どうもこんにちは、リュウボンです。サベージランド続きやっていきます。今回ね、毎回なんだけど、いわゆるね、仕込みプレイというものをね、毎回やってんだけど、どういうものかっていうと、仕込みプレイっていうとなんか、演出をやるためになんか仕掛けをやってきたみたいに聞こえるけど、そんな立派なもんじゃなくてね、単純に資源をね、こう伐採して、自然をね、破壊しながら、自分のね、資源を、こう、潤沢にすると、いうような感じのことをやっていて、で、今回一番進捗のあったものが、これですね。ここで作る。よいしょ。はい。ティンキュイラスと、いわゆる鎧ですね。鎧を作りたいと思います。これ集めた。で、これ、簡単に作れるんだよ。これね、なんか、秒かな、おそらく。で、インゴット、ティンインゴットと、コールをね、使って一個作れるよってやつ。で、これもね、同じだね。ティンインゴットと、でね、もともと持ってるこのレザーキュイラスというのが、ウォーム、ね、暖かさが3つに対して、こいつも同じく3つなんだけど、このね、ダメージレデュケーションっていうのが、レザーキュイラスが5に対して、こっちが10倍だね。で、デュラビリティはおそらく、耐久度だと思うんだけど、こっちが320に対して、こっちは1920と。で、この円環バランスってなんだろうね。円環バランス2に対して、こっちは11と。とにかく、すべてにおいて、上回ってるというやつだね。じゃあ行きますよ。よいしょ。来たねー。じゃあ早速装備していきましょう。ちなみに、ティンヘルメットはすでに作っちゃいました。ね、大したあれじゃないし、いいかなと思って。で、よいしょ。おー、見た目がマシになったぞ。これいらんね。そのうち捨ててやる。という感じだよね。でね、気になっているのは、ティンキュイラスは、ハンマーか。リペアハンマー。ちょっと作っておこう。こっちかな。リペアハンマー。うん。これ作っとこう。あ、こんなんで作れんだね。作っとこうぜ。ってことはだよ。リペアハンマーを、あ、なるほど。例えば、ティンキュイラスが壊れて、で、こいつを直すにはこのハンマーが必要と。で、ハンマーも使っていくごとにどんどん耐久力がなくなっていくそうだね。で、なくなったら、いつもの砥石、ウェットストーンで、使いましょうってことだね。なるほどね。パッチングキットとかちょっと、いらないコインじゃないそうな気がするんだけど。とりあえず、そうだな。とりあえずいっか。でね、ご覧の通り、ボアズタスクポーチをね、1,2,3,4,5,6 と、前回の配信投稿動画から2個増えてると思います。やっぱりね、こうやって、スカスカ、間が空いてくれてるからね。一応ね、並べ替え的には若干変なの入ってるけど、一番上をよく使う道具、装備とかね、装備品とかにして、2番目を鉱石。にすると、そうすることによってこうちょっと使いやすいかなみたいなのを考えてたんだけど、ね、絶対こうなっちゃうよね。完全に操れるわけじゃないからね、シーザー資源、ちょっとね、結構整理もしづらいんだよね。こうやって上の空き枠をうまく使っていかないと、これね、すげえめんどくせえんだよ。こっからここへはもちろんできます。ただね、こっから、2個上とか、3個上のところに入れたいときは、こうやってもね、上に行ってくんないんだよ。すっげえ不便。だから、上のここを利用しないといけない。しかし、上の枠はね、今俺、ボアズタスクポーチが、1,2,3,4,5、6個しかないからいいけど、いずれ埋まるからね、この2つも。で、それはゲーム進んだら、もっと拡張性のあるバッグとかが登場して、
なんつうの、もっとここね、増えるけど、それでも基本上はタスクポーチでいっぱいのはずだから、整理とかするときはね、おそらく一回こうやって、ね、置いて、ほんで、で、ここの枠を増やして、整理しなくてはならないっていうね、超絶めんどくさい、しよう。だからバッグ、ポーチの場所をちょっと別で確保してもらえたらよかったのになぁと思ってね。まあ、あんまね、わがまま言っても始まらんので。で、今回は、まあ、こういうね、ちょっと防御力増しましたっていうところが大きなところなんだけど、よいしょ。ちょっとね、かなり、資源が俺、潤沢です、今。なので、まあ、無理だと思うけどね。あのドラゴンの塔って、この間行けなかったとこだっけな？行けなかったとこだっけ？だったらもう行かないんだけど。まあ、ともかく、あのドラゴンが前回行こうとして行けなかった塔だとして、その先の、あ、そうそうそう。ここにね、ここにこんなのがあったんですよ。なんだろう、たまに走れねえな。ここ。ここね、骸骨が一匹いるだけで、特に何もないんだけど、あ、死んどるな。でね、弓もね、とにかく、すべてはね、このティンハンマーを作ったことによって、まあ、資源が、どん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 ね、集まるよね。あ、フリントはちょっと使いすぎちゃったかな。で、このフリントは、火打ち石なんだけど、火打ち石にもなるし、このね、火打ち石にもなるし、弓矢の矢にもなるということでね、かなりお利口さんなものなので、まあ基本的に見つけたら全部取っていくような感じなんだよね。さあ、じゃあ行きましょうか。寒い寒い。で、ここはね、登れなかったとこっしょ？ね、そうだよね。で、俺が行きたいのは、あれは豚だね。もう結構遠出してしまおうかと思っています。あの先は？なんか鉱石があるね。もうね、アイテムも見もしないっていうね。あ、痛い痛い痛い。もうこのテンションの違いよ。まるでこう体中焼けたみたいなね。まあ実際暑いんだろうけど、この前も言ったっけ？ね、どっかの社長さんは、鉄板の上で土下座をするというのをね、一回見せてくれましたが。あれ？あ、なに？これもういっぱいなの？え、なあほな。え、なあほな。なあほな。いや、空いてるよね。じゃあなんで今取れなかったんだ。まあいいや、俺が行きたいのは、あっちじゃなくて、あ、ドラゴン帰ってきてる。あのドラゴンも結局ね、上に行けないんじゃ。うん、だからただの演出だよね、おそらく。あんなすごいのいるんだぜ、この世界は。みたいなね。あんま気にしなくていいってことだ。で、基本的にまあ光があるところには行きたいな、みたいな感じで。そこは、まあ意味なかったとこだよね、だから。で、これいいんだよ。で、この先だよね。島がね、他にもあると思うんだよ。なぜ、あ、ドラゴン行っちゃったね。いや、いくらなんでもこれ狭いでしょっていうね、話と。だって、あのドラゴンの塔、入れなかったってことで、もう、だいたい一周回ってしまったと思うんだよね。この島の広さに関して、前もちょっとね、コメントで質問あったけど、まあ俺もその時は全く全貌見えてなかったから、わかんねえっつって言ったけど、
まあ、少なくともボルテックスの、島よりも明らかに狭い。で、この先行けるんですよ。頑張れば。で、結構遠くまで行けるので、俺今回この先に行ってみたいという感じで始めてるんだよね。こっちはね。で、一番怖いのが、寒さ。ね。寒さに耐えられずに凍死してしまうっていうのが一番怖いので、基本的には木とかもね、かなり持ってきてるので、まあ、焚き火を、あーやばい、あーぶね、このタイミングでスタミナ切れるとはな。こっちから行くか。見とかないとダメね、本当に。結構続いてるね。どこまで続いてんだろう。先いる？なんかいる？変な。まだ敵一匹も出てきてないのに、装備が足りない気がしてきた。装備の強化が。あれ？あ、もうこんな寒くなっとる。あ、ちょっとこれきついかもね、この先。あ、あ、ちょっと待って。これダメだ。あのね、肉の回復力じゃ、この寒さをしのげなくなってる。そんぐらい寒いんだ。だから、俺の今の装備だとダメだって、ダメってことだ。そこまずいね。ちょっと待って。もうちょっと戻ろう。あれ？これいつからこんなピンチだったの？俺。知らなかった。やべ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 。これやばいぞ。やべえぞ。ちょっと待って。ちょっと待って、バンテージ効かない、どうしたらいいんだ、これ。あ、これ死ぬぞ。いやいや、ちょっと待って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 、ちょ、どうしたらいい、どうしたらいい、どうしたらいい。俺、こっちから来た。あ、死ぬ、これは死ぬ。くっそ、悔しい。リスポーンも遠いぞ。リスポーン時点で死ぬとは思わなかったもん。オッケー、オッケー、オッケー。とりあえず全部もらおう。で、クドボアミートがなぜか落ちてるっていうね。ああ、そっか。手に持ってたからな。さあ、ちょっとまた死ぬので、戻ろう戻ろう。そっか、ちょ、これ水の中落ちるのが一番やべえんだよ。なんで落ちてんのって。ちょっとね、ちょっとでも、ちょっとでも。よし！そして、さっさと、口に入って、で、食うと。そっか、まだあそこ行けないんだな、俺。なんか、それ、寂しいよね。行けるとこは一個。まあ、じゃ逆に言うと、逆に言うと、まあ、行くべきところが、まあ、はっきりした、まあ、はっきりした。いや、行けないところがはっきりしたので、まあ、そうだな。でもね、次どこ行くんだろうね。やっぱあれ？村の復興？あれやんないとダメなの？いや、やんないとダメなのって別にやりたくないわけじゃないけど、なんだろうね。まあ、妖芸の中でありがたい、ありがたくもあり困るところでもあるのが、超絶説明不足ね。説明がないから何やっていいかわかんないっていうパターンと、説明がないからこそ、英語はわからなくても、プレイできるみたいな。痛いなぁ。ここあったかいんだよねー。うおぉ！ちょっと待って。死ぬ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 。どこまで来れる？敵は。よし。来れるか！ここまで来れるか！要は、あれだ、バンテージをね、出したいんだよ。まずい。岩の上に登りたい。岩の上に登りたい。この辺から体力温存しといて。よいしょ。
ジャンプできねえ。おし。よし、オッケー。ぶねえ、もう絶対死なねえかんな、この野郎。はぁ、あ、危なかった。ほぅー、あぶねえ、あぶねえ。よいしょ。ま、これはね、寒さをしのぐことができないので、バンテージは。回復力結構いいけどね。だから、もう、体力がね、スタミナが回復したら、さっさとお家に帰るのが良い。というわけでね。いいね。なんだっけ。この、施設は、光るから目印になっていいね。よし。はぁ、あ。まあ、もういけんだけどね。一応、寒さ全開まで回復しよう。ほら、犬ごときが、生意気に、引っ張ってねえぞ、この野郎。骸骨は諦めた。ああ、なんか散々だったな。でもさ、今回の死因はさ、まあ、ぶっちゃけ、ねえ。なんか、こう、下手くそとか、そういうんじゃないよね。とりあえず俺の死体がね、増えたら、ここに置いていくっていうのをね、もう俺決めたので。放送外でも、俺が死んだら、絶対ここにね、顔をね、置いていくって。あれ？ないじゃん。なんだよ。それだけが、俺がこう死ぬことによるメリットだったのに。それすらないっていうね。俺の顔がない。俺持ってない。持ってるはずなんだけど。最悪じゃないか、今回は。何なんだ、これは。でも、どうしよう。どこに行こう。目的を決めんと。とりあえず、あそこのね、家も入れないし、塔の中で、あそこの村もう、一応敵は湧いてるみたいだけど、あそこの村ね。ちょこちょこ復興していくかね。でも、そこの村を復興したところでね。じゃあ何があんの？この冒険に何かこう、発展があるのかって思うと、いや、ないでしょって。だって俺のこの、まあそうだな。ここにこの主人公がなんでいるのかっていうのもね。まあ正直、本とかあって、ジャーナルとかに書いてあるだろうけど、まあぶっちゃけ俺よくわかってないしね。ああ、ブリザード、うざいね。スノーメアって言って。この辺とは。これとかやれって感じだよね。なんだろう。で、ここに作れって感じで、なんかね、置いてあるってことは、ここに拠点を作りなさい、みたいな、作った方がいいよ、みたいな、ことなのかもしれんけど。まあでも、ここ鉱石とかたくさんあっていいよね。敵もいっぱいいるけど。まあ敵はね、倒しちゃえばいいから。こいつはね、布をたまに持ってんのがいいね。石はね、大量に持ってるんだけど、いちいち石をね、掘りに行くってことはね、ほぼないので、結構骸骨倒して石があったらもらっていく。ほんとね、ゲームでも何でもそうだけど、もう人生においてだよ。もう人生レベル。もう宇宙レベルの話で、すべてはね、めんどくさいとの戦いだからね。めんどくさいから、タクシー使う。めんどくさいから、なんだろう。エレベーター、エスカレーター使う。ね。歩くのがめんどくさいから、地面が動いたらいいのになーって思って、
出来上がったのはエレベーター、エスカレーターか。まあ、もうちょっとね、いい、もうちょっと、なんつうの、純粋な目的かもしれないけどね。この足の悪い人が階段を登れるようにとかね。だったらすいませんって感じだけど、俺どんだけ腐ってんだよって感じだよね。まあでも基本ね、人類のこの技術とかね、発展してるのはすべてね、めんどくさいに、こう、打ち勝つために、打ち勝つためというか、打ち勝ってないよね、発明してる時点で。まあ、めんどくさいのが嫌だから、やってるような人。ね。あ、あっちに大陸あんじゃん。これ、地続き？あ、地続きか。ね、地続き。もう言えてないよね。本当ね、最近仕事がちょっとね、忙しくてね。まあ、山はなんとか越えたっぽいんだけど、全然見えねえ。あ、大丈夫？あ、びっくりした。山はね、仕事の山は越えたっぽいんだけど、もう疲れちゃったよね。ほんと疲れたって感じ。同僚とね、まあ昼飯食いに行くときにね、まあ、タバコ吸いながらさ、はぁ、疲れたねって。そんな話ばっかりだから。ひどいよ。まあ、今、繁忙期らしいので、もうすぐ終わるのかなって感じね。はい。というわけでね、よくわかんない話で終わりますが、今回はこれで終わりにしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。またなって。